マジックをご覧いただきましょう。こちらにさまざまなカードがランダムに印刷されたシートがあります。これは後ほど使います。ではお客様にお手伝いいただきましょう。こちらに一組のカードがあります。ではよろしいですか。じゃあまず、カードを切りましょうね。カードね、で、はい、では全く自由に1枚のカードを選んでください。まずその選んだカードは目印のカードです。どうぞそちらでよろしいですか。では目印のカードを皆さんに見せてあげてください。何ですか。あ、クラブの8ですね。これは覚えておいてください。お客さんが分けたところにこのクラブの8を挟んでおきます。後ほど確認いたします。ではこちらのシート、縦でも横でも別に真ん中じゃなくてもこの辺でも構いません。お好きなところから折ってください。よろしいですよ。はい、ではもう一度折ってください。はい、最後の1枚のカードの大きさになるまで折ってください。はい、もう一回ですね。もう一回折ると1枚のカードの大きさになるはずです。あ、なりますね。はい、よしですか。はい、ではこちらハサミで全てこうな切っちゃいますね。そうすると1枚のシートだったのがバラバラなカードになります。そうですね、見ました。ではこのままよく見てください。表向きのカードと裏向きのカードがあります。一緒に確認してください。これ表向き、でも表、裏はちょっとこれがいいですね。表、表、裏、裏、表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 がいっぱいありまして、裏だけ2枚ありますね。で、この裏向きのカードちょっと持ってみます。先ほどお客様が自由に1枚のカードを選んで、出せたところの両脇のカードがあります。両脇のカードを見ています。これなんですね。この2枚のカードを見てみましょう。ハートの10とスペードのジャックです。お客様が全く自由に折って、偶然にも裏向きになって2枚です。皆さん見せてください。ハートの10とスペードのジャック。見事に